日本政府は去る27日、従軍慰安婦より慰安婦と表現することが適切だという公式見解を採択した。読売新聞によると、日本政府は従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招く恐れがあるとして、単に慰安婦という用語を用いることが適切だという答弁書を27日、閣議決定したという。これは、日本維新の会の馬場伸幸衆院議員が従軍慰安婦という用語には軍によって強制連行されたというイメージが込められていると主張し、日本政府が従軍慰安婦あるいはいわゆる従軍慰安婦という表現を用いるのが適切でないと指摘しながら、質疑に対して答えたものだ。韓国では軍隊について戦場に向かうという意味の従軍が、被害者が自発的に慰安婦になったという誤った認識を与えているという点を警戒して、日本軍の責任を明確に示すという次元で日本軍慰安婦または軍慰安婦ともに表記している。